さて話題の Z900RS、 今度はですね、サーキットの外周量、こちらまあツーリング仕立てで走ろうかなと思いますけれどもね。久々のこの、新型ネイキッドなわけですけれどもね、川崎、最近のモデルでは、ZRX1200 ダイグとか、その前はですね90年代、もうバイクのですねカテゴリー、シェアを一気に塗り替えた、まあ、ゼファーシリーズ、400から1100までありましたが、それらが、なくなり、まあ、そのこのベーシックなねカウルがない、カテゴリーというのはどうなっていくんだろうと思っていたところにね、意外な、ティーザーがね、始まりました。まあ、かつて、ゼファーもですねティーザー広告で期待を高めたわけなんですけども、この Z900RS もですね、まあ、かの、Z1Z2、このね名前をかぶせたということで、まあ、その、ネオレトロ、ネオクラシカル、回顧主義に走るのか、どうなのか、やっぱりその川崎ファン、あるいは、まあ、バイクファンの皆さん、これやっぱりちょっと古いモデルをですね踏襲したのを、改めて出すということが始まりの終わりなのか、終わりの始まりなのかというところで、非常に興味深かったかと思うんですけれども、今私乗り始めてね、もう出足でおーっと思いました。アイドリングこそねやっぱり興味、このモデルですから、当然静かなわけなんですけれども、もう発進しただけでねドンというね、このトルクですよね。スペックからいくとですね、まあ、トルクそのものというのは10キロほどなんですが、それが6500回転あたりから発生するということで、だいぶですねその、中間の、回転数から、トルクを増し増しっていう感じですね。またがってみた感じはですね、まあ、やっぱりビッグバイクらしい、まあ、シート高だし、タンク幅は、まあ、そこまで広くはないのですが、ビッグバイクらしい、大きなタンクがついています。でなんといってもですね、あの高いハンドルですね、これがやっぱりこの、まあ旧車っぽい気分、まあ、かつての Z1918インチ、あの辺りの雰囲気をですねもう強く導き出している、そんな感じがいたします。ハンドルはもうごくごく素直ですね、当時の Z の、まあ、細いですねバイアスタイヤ、がとてもバランスよく走れているという感じで、その雰囲気をですねこの Z にも出してるんですけども、まあサーキットでのインプレもありますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思うんですが、もう普通に道を走っている分にはもう何の癖も何もないのですが、じゃあ Z らしさはどこか、もうねあえて言いましょう、ぜひこれね、この昔の Z じゃないというのはもうこの音、そしてパワーの出方、エンジンのこの味付け、からも明らかなんですが、21世紀の Z は水冷の Z なのだと、これがもう多分結論ですね。ちょっとですね多めにアクセルひねるとですね、私、89年製の GPZ900R に乗っているんですが、それに近いようなねちょっと低い、ところからの鼓動、鼓砲というのがねゴーッとねブワーッとこう湧き出るようなね、こう排気音というかエンジン音というか、そこがね多分この、RS 今の Z、 新型 Z、 21世紀の Z をイメージ付ける、一番大きな、まあ、アイデンティティと言えるのではないでしょうか。しかしこれパワーが、
パワー的にはまあ111馬力ということですから、それこそね900の私の持っている GPZ900R 忍者、と変わらないんですけれども、それよりねよっぽど力があるように感じるのはやっぱこのトルクに触れるってところですね。あとねちょっとね面白いのはね、これインジェクションなんですけど、なんかねキャブっぽいんですよ。あのね、開けた瞬間とかシフトをつないだ瞬間の、まあ、息つき加減というのかな、あのそのこう一瞬の間であったりとか、そこから、思ってたよりあれちょっと力出てしまったみたいな感じがね、なんだかキャブっぽいんですよね。でそのインジェクション、ね、今のインジェクションというのはもう当然その技術的にはですね、もう非常に進んだものですから、ここまでしか作れませんってことはないと思うので、そこはやはりですね、川崎こういったね Z とではこう Z とはこういうことであるっていうね、その辺の性格付けっていうのを、絶対していると思います。私の思い込みかもしれませんけれども、うん、なかなかねそのエンジンの味わいっていうところがですね非常に面白いので、単に素直なねバイクではないです。これちょっとね一瞬やりすぎかもと思うぐらいね、若干やんちゃ風味もありますよこれ。なのにねメーターは、もう左右アナログというね、それメーターのこの文字なんかもですね、私の持っている忍者と同じあの昔ながらの普通のゴシックの書体だったりして、なんかそういったところも含めてですね、なかなか面白い新型 Z900RS でした。